YouTube 家族公式チャンネルをご覧の皆さん、こんばんは。マスクドヤットです。さて今回お届けするのは、12月より YouTube 家族新メンバーとなり加入された、そうあのチャンネルですよ皆さん、おけさチャンネルです。このおけさチャンネル、この名前の通り新潟県は佐渡島から発信されている YouTuber さんです。そう以前動画で見ていただいたラッキーキラキラチャンネルさん、こちらは徳之島、そしてこのおけさチャンネルさんは佐渡島。そう日本というのは島国です。その島国の中でも本州、北海道、九州、四国、これ以外にも島があるんですよ皆さん。その島から地元の素晴らしさ、そして皆様にその地元をお届けしたいという気持ちから、この YouTube を通じて発信されている今回はおけさチャンネルさんの動画をどうぞ。人魚さん、これは順徳天皇の長女だってがね、最初にお話聞かせてくれるんだって。本日はようこそお越しくださいました。まもなく正面のコーナーからの上演となりますが、簡単に館内のご案内をいたします。館内は一つのコーナーの上演が終了しませんと、次隣のコーナーが始まらないようになっておりますので、一つずつ順番に横に移動しながらお時間までご覧くださいませ。ようこそいらっしゃいました。佐渡は古来都との往来もあり、遺跡もたくさんあります。この地で語り継がれてきた歴史や伝説には、佐渡の人々の温かい血が通っております。はい、次行きましょう。でも初人形、ね、初人形、うん、ちょっと待った、来たよ。これ人徳上皇だって。思いきやはうる心の22年ついに乗りたまえ存命無益。つけてった方がいいよ。
椅子に座って立ってみてていいよ。この死別が音楽のため聴聞いたす。あれ諸衆を下ろし鎌倉を騒がしておりました念仏信仰の目的日へ今より炎を持って攻めたし怖くない、怖くない、これは怖くないね。あれが日へ日へ天草綱を上げてみ綱を帰りきて帰らせるな。次に頼む方なんて違って一年坊に尋ねる念仏を唱える無間地獄へ落ちる確かに無間地獄へ落ちるとは延長5年の夏の頃から言い続けておる。十神の会には新人をはじめとし諸々の悪の煩悩を不信をもととしておる。もしの木騒ぎはやめられたがよい。極楽往生のどこが悪いか。我日本の柱とんなら。だけなほらね、そんなとこ座っていいの？知らなかった。バカだよ。あ、じいちゃん喋ったよ。バカ大きいかい。お客さんが見えた中の人間眠りばっかりしててしょうがねえ。ママもこれ本当のお兄ちゃんだと思った。もうって話しかけたことあるの？なちゃんも最初お兄ちゃんこれ本物だと思った？え？違うと思った？本物だと思った。そうでしょ。これいつもね、そう思う。本物のお兄ちゃんだと思ったね。私は嘘だと思った。長い年月の間人会にあって別れ別れになった親子の悲しい話じゃ。これは試しばりだったんですね。母を恋する人を佐渡に渡ってきてんの。母上様
昔、貧乏なうちにあんちゃんが人らおったとんだ。働く酒にどうでも嫁にしてくれ言うて姉さんが来たと。のぞいてくれんなよ言うて客もおっていたと。はい、お願いします。